はい、どうもしめじです。仮面ライダー正義の系譜、ちょっと空きましたね。第3回やっていきたいと思います。前回ですね、第1章をクリアしまして、アギト編ですね。で、第2章からですね、こちら第2章発電所、仮面ライダーブラック南光太郎から進めていきたいと思います。データの読み込み中です。プレイデータの読み込みが終了しました。ほい、1988年ということなんで、同じ発電所でもちょっと建物がボロボロになっていますね。ってことはこれ、あれかな、あれ ?1988 年の時点でボロボロで、2004年のアギトの時は、キラキラに、キラキラじゃないや、綺麗な発電所になってるってことは、あれか、リフォームか。なんだろう、国が買い取ってリフォームしたってことかな？ OK。余裕。ライフパック。これってアイテムは共通持ってないよね、今ね。ブラックチョップ、キングストーンフラッシュ。おお、ハイパワー、ローパワー、ハイパワー。ちょっとまだね、よく分かってないんですね。マップは共通ではないか。これから埋めていかないといけないのかな、また同じような。でも建物が一緒だからほとんど一緒ですよね。アイテムは共通じゃない。ヒントは一緒なんだよね。あるんだ。そっかそっか。わかりました。分かってないけど。なんかある。なんかあるよ。よいしょ。ファイル、新聞の切り抜きを入手した。なになに？新聞の切り抜き。あったあった。1987年7月27日。本日未明、勝吉村かな？わかんないです。の海岸に白衣を着た男性3人の遺体が流れ着いているのが発見された。1人、二宮と書かれた名札のようなものを所持しており、警察では本人の名前ではないかとみて身元の確認を急いでいると。何か関係があるのかな。流れ着いた遺体が二宮さん。覚えとこう。多分忘れるけどすぐ。この奥は何もないか。ここはモニターが施設内の扉を映し出している。だからここで鍵持ってきて、また開けていかないといけないんだよね。特に何もないか。じゃあ進みましょうか。うわ、来た来た来た。よし。これショッカーの戦闘員が青色の服になってるね。こっち側はやっぱり開いてないのかな。来た来た来た。ね、生身でいけるよね、南光太郎ならば。よし。でも時間かかるから、もうちょっとしたら変身しよう。なになに、声聞こえるけど怖っ。やっぱ閉まって、ん、開いてる、ロックされてるね。ああ、 ID カードがいるんだね。緑に光ってるから開いてるのかと思った。なんか声聞こえるんだけど。声聞こえるよね。怖っ。あ、いたいたいた。なんだよ、ナイフ投げる気か。痛い痛い。こんな至近距離から刺すんで、痛い痛い痛い。後ろ痛い。キックの方が強いのかな。ここあれだよね、棒飛び出てくるよね。あれ、違う、なくなってる。やっぱちょっと違うんだな。なんかある。よいしょ。ファイル保管記録の紙片を入手した。何でしょうか。読めるのかな。1980年2月4日、管理室にて私が管理していた A6 の鍵は田所所長が持って行ってしまった。これから始まる予定の拡張工事と何か関係があるのだろうか。はて、鍵は持ってっちゃったんだね、田所さんが。誰、田所って。特に変わったところはないか。ねえ、バイオだったらここからゾンビが出てくるんだけどね。開いてる。ここね、発電所、送電設備。ここもアイテムがあれだけかな。あれ、敵出てこないな。逆に怖いね。変身しといた方がいいかな。変身、敵出てきてからで大丈夫かな。前はここになんかクランクというか、なんかレバーみたいなのをセットして動かしたんだけど、この時代ではレバーはもう固定されてるんだね。動かす必要はないようだ。じゃあこのまま道なりに進もうか。開いてるな。これガンガン進めるんだけど。はい、変電機室。ここ怖いな。暗いんだよ。いっぱい落ちてるじゃん。いっぱい落ちてるってことは、なんかあるってことかな。セーブしとこうか。プレイデータの保存、読み込みを行います。はい。これね、今度は南光太郎が喋ってくれるんでね。エリアを選択してください。かぶっちゃった。保存しますか？はい。データの保存中です。プレイデータの保存が終了しました。ありがとうございます。エリアを選択してください。もういいです。はい。はい、失礼します。よし、これでセーブもできたし。おお、なんか出てきたよ。おーっと。お前はゴルゴム怪人。ゴルゴム？何のことだ？知る。ゴルゴムを知らないのか。でもやっぱり出てくるのはショッカーの怪人だけなのかな。サソリトカゲスだよね、これね。よし、変身しよう。かっこいいな、この曲。いいね、これね。関節部からこうシュッって蒸気がね出るとこかっこいい。これね、暗いな、画面がね、暗い画面ってそうどうしようかなと思ったんですよ。ちょっと明るく編集でしようかなと思ったんですけど、それをねするとなんか逆に変になっちゃうかなと思って、雰囲気がさちょっと変わっちゃうかなと思って見づらいかもしれないんですけども、まあ、こんな感じでやっております、ね、明るいところを求めて移動してみたんだけどないね。あ、やばいやばい、ガチャ押しかな。やめてくれ。結構減ってるな。どこに逃げた？もう暗くてわかんねえ。こっちから。こっちだな。なんか吹いてるから。よっ。ん？耐えたか。回復しといた方がいいかな。何やってるかわかんないよね、暗くて。本当に。自分でもわからんわ。こっち来い、こっち。ここだ。ここならよし。痛い痛い痛い、よくないよくない、回復したい。あ、回復しようと思ったらまだか。回復しよう。あ、やばいやばいやばい、やめてやめて。これはまさかの恐るべき怪人軍団の前に倒れた我らが仮面ライダー再び立ち上がり勝利を収められるか。立て仮面ライダー、頑張れ仮面ライダー。仮面ライダーいって、さあ戻ってまいりましたよ。やめてやめて、そのなんか掴んでさエネルギーを吸い取るっぽいやつやめてくれ。見えないな。やばい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 、強いなサソリトカゲス。画面が暗すぎて自分がどこにいるか分かんないね。ダメか、まだか。やめろ。やばい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 、危ねえ。強いな。ちょっとそれやめろって、つかみ技やめろってもう。あまりライフパックがなくなっちゃったじゃん。倒した。おー、よし、これはこれでかっこいいんじゃないね。地味に勝ちましたよ。ふう。ちょっと変身解いとこう。ね。ライダーゲージを自然回復させましょう。いや、強えな。こんな感じになるのこれから。きついな。さっき切られたやつですよね。変電機だ。ケーブルが切断されている。もういらんことして。ということ、さっきここになんか光ってたよね。何か置かれている。発電所 ID カードレベル1を取りますか。はい。あ、じゃあこれで、さっきの ID カード通すところが進めるんじゃない？そうだね。変電機、なんだ、見てなかった。報告書みたいなの手に入れてるね。2個あったってこと？あったあった。変電機の修理報告。1987年の6月27日、一部施設内への送電がストップした件に関する調査報告。はい。被害箇所が復旧までの間、次の設備が機能を停止した。1エレベーター、2中央制御室。原因としては変電機のケーブルの一部が金属疲労により断線したことによる停電。ヘタリウムが断線しているケーブルをタービン室内の底にある補修のケーブルと交換した。その際、中央制御室にある本発電所の管理システムが直下されたので、送電ラインが変電機室に切り替わった。以上。ということは、どういうこと？タービン室内の倉庫にある補修用のケーブルと交換した。じゃあタービン室内に、交換用のケーブルを取りに行けってことだよね、きっと。わかりました。進みましょう。なんか声が聞こえるけどいいや。ここだよね。このカードスロットに ID カードを通しましょう。発電所 ID カードをレベル1を使用した。さあ進みましょうか。怖いなあ。はい、発電所地下1階通路。いや、いい感じの曲かかってるから大丈夫、いける。よし、エレベーターは動いてるのかな。電力が切れてる。どこかで断線しているようだ。さっきのとこか。あれを回復させないとエレベーターも動かないってことだね。ちょ、集まりすぎだろお前。これだ。囲まれた時はこれ。痛い。地味に減らされるな。明らかに一章の時より戦闘員の数が多いよね。弱いは弱いんだけど結構チクチク減らされるな。もう回復もないしね、アイテム。おっと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 、急に出てくるんだからこっちだね。そしたらこの先に多分切れたケーブルを足せるところがあると思うんだけど、燃料貯蔵庫。暗いわ、画面が暗い。見えないし、もう全然見えない。よし、なんかあるアイテム。見えないんだけど自分がどこにいるか全然わからないね。おお、いっぱい増えた。ちょっとどけってどけって。ちょっと無視しよっか。怖いな。すごい多いな、戦闘員が。なんか落ちてる。拾う。ライダーエネルギーばっかりなんだよね。ライフパックが欲しい。ライフパックが全然落ちてない。ここどこだ？どうやって行くんだ？マップを見よう。全然わからん。こっちかな？もう暗すぎて、画面が暗すぎてわからない。なんかあるここ。なんもない。やばいって。はあ、やられた。よし、戻ってきたぞ。これで吹き飛ばすしかないもんね。ガスが多いからね。こっちしか行くとこないし、なんか電気ついてるから、これか？リフトがあります、やっぱりね。下に行きます。はい。これで下に移動ってことだね。はい、タービン室ついた。ここで見つければいいんだよね、ケーブルを。いっぱい来るわ。これだね。ライフパック。よし。もうほんとヒットポイントが危ないからね。タイル。わっと、これね。これうっとうしいんだよね。ナイフ投げてくるやつが。オッケー。ノーコンでよかった。よし。なになにこの上かな。やめろやめろ。いった。爆弾投げてくんのかよ。むちゃくちゃだなあいつ。排除せねば。オッケーオッケー。敵がなんか落としてくれればいいのにな。アイテムとか見えない見えない。画面がねほんと暗いからね、何やってっかわかんないんだよね。落ちた落ちた。よし。お、なんだこれ。あ、ケーブルありました。取れない。あれ取って。これケーブルだよね。あれなんだずれてたよね今ね。上にケーブルが置いてある。無造作に。ジャンパーケーブルを取りますか。取りましょう。はい、入手。そしたらこれで、はい、ジャンパーケーブル。水色のゴムでコーティングされた配電用のケーブル。いるその情報。まあいいや。そしたらこれでさっきのなんだろう、発電所のところかなまで戻ろう。発電所ってここが全部発電所で、変電機室だっけなまで戻りましょうか。これね A33 アギトの時もあったけどまだ動かさないんだね。いやなんか全然触ってないギミックとかがいっぱいあるから結構壮大な。危ない。壮大なとか言って話してたら食らっちゃったじゃないか。やめろやめるんだ。死んじゃうじゃないか。どきなさい。そこにあるアイテムを取りたかっただけなんだ。よし。じゃあリフトに乗ってまた変電機室だったかなまで戻りましょう。はい、変電機室まで戻ってきましたよ。いやー雑魚が多くてまだ出るか。大変だった。なんかいる。階段のとこにいるな。見えないってそこにいたの。なんかキーンって言ったけど何。アイテムを落としたとかそういうわけではない。まあいいや。ここでジャンパーケーブルを使えばいいんだね。OK。水色のゴムでコーティングされた配電用のケーブル。ユース。あれあれここだよね。ここで使えってこと。ずれてたってことか。使える。あ、使えた。よかったよかった。違うケーブルだったらどうしようかと思ってまた行って帰んなきゃいけないね。ジャンパーケーブルを使用した。規格が合ってなかったりしたら大変だよね。めんどくさいよね。はい、開いた開いた。いっぱい開いた。いやいっぱい開いた。ここも開いた。どこだあれ。とりあえずこっちの変電機室の先に行けなかった扉があったよね。もう邪魔だな。囲むな囲むなお前ら。よし。ここだよね。あ、ほら開いてる開いてる。ここが近いからこっから行こう。あ、こことつながるんだ。発電所の地下1階と。あ、なんだ便利。よしよし。じゃあこれでエレベーターとかも動いてるから。よし。こっちだね。ああ、なるほどなるほど。一章でやったからもうマップは大丈夫みたいなこと言ってて全然ね構造が分かってないっていうね。じゃあどこに行けばいいのかな。エレベーターで降りていったらいいのかそれとも他のところに行った方がいいのか分かんないね。順番に行こうか。じゃあエレベーター乗る前にこっち行こうと。ここね中央制御室ムシムシ。おー、ここでこの間はセミミンガと戦ったんだよね。今回はなんか出てくんのかな。出てこない。これは何だろう。大丈夫かな。何の装置だろうか。画面に何か映し出されている。1972、74、88、2004。現代と過去、そして未来の年だ。特にコメントなしか、光太郎。じゃあ奥の、そうだね、ここのエレベーターも開いてないから、奥の、なんだろう、あれなんだっけな、所長室かな？行きましょう。ここは開いてる？開いてる。よし。所長室だね。やばい、セーブしとこう。怖いな、なんか出てくんのかな。でもこんな狭いところで戦わないよね。お、なんか光ってる。これ見よがしにめちゃめちゃ光ってる。ファイル、所長のメモ1を入手した。はい。今まであれから得られる断片的な情報をもとに実験を繰り返してきたが、その全てが失敗に終わった。私の夢を叶えるためにはバラバラの情報ではなく全てが必要だ。あれの中にある全てを引き出すことが。明日の実験は一つの賭けだ。成功すれば夢を叶えるための全てがあれから手に入る。だが失敗すれば全てが終わる。どういうこと？あれってなんですかね？あれ。メモにあれ、あれって連発して書く？ちゃんと書けばいいのにね。パソコンは？パソコンがあります。操作しようよ。あ、そうか、これ操作して、開けたんだもんね。あそこの隠し扉みたいなの。ウェイティング。一緒だね。これで開くのかな。ほら、開いた。オープンドア。そこそこ。流れ的には一緒だね。じゃあ、これで、地下の、なんかショッカー基地みたいなところに潜ってって、ってことだね。じゃあ、やっぱりこの、金庫は開かないと。ね、こっち側にも何もないと。何もないか。アジト行くか。開いてる？開いてるね。じゃあこっから地下に行くってことだね。そしたら時間もいい感じなんでね、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。次回は、地下のねショッカー基地に潜入して南光太郎が、ショッカーを相手にね大暴れするという痛快な動画になると思いますので、今回はこの辺りで。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。しみじでした。バイバーイ。